日本茨城県森谷市緑竹の子公園立、沢交差点緑は、茨城県森谷市の地名。一丁目と二丁目がある。土地区画整理事業により、1993年10月29日に、野木崎、大木、龍卓、板といの各一部より新設された。郵便番号は302-0106。当地域の人口は3人。森谷市西部に位置する。 全域が森屋工業団地として開発された地域で、総面積は654,498.36平方メートル。全域が工業団地ではあるが、地域内には街路樹が多数植えられ、大小様々な旧の公園があり、森と公園に囲まれているような景観を生み出している。一丁目に、朝日ビール茨城工場、地域内には、 東洋一の規模を誇るビール工場があり、敷地内に1万坪もの庭園を有するなど、東工業団地の第1号企業として、コンセプトに調和した作りとなっている。朝日ビール、茨城工場の庭園は、緑の景として、自然の備品の看板にする。これは、熾烈な販売合戦を繰り広げるビール業界にあって、工場見学による宣伝は重要な意味を持つ。 こうした庭園プロジェクトは、案内施設の建物と工場の見学ルートに関わる、景観を美味しいビールを生み出す、自然の太陽、水、緑をテーマにして構築したものである。計画の要点として、全体構成は、建物の周りの庭園ではなく、元々の風、景の中に建物をはめ込んだという想定で、計画された。太陽については、広い水面と、 明るいソリンによって太陽のきらめきと木漏れ日の美しを強調する。水については瓦の中に建物が張り出し水上を渡して導くことにより成長な水を身近に感じさせる。緑については歴史を伝える既存の大樹を背景に取り込み出順を好むもみじ馬風のソリンを主刑とし外周には 地域の自然林と二次培の構成種の苗木を混色して水源箱用の緑を想定した樹林帯を創出している。案内施設と工場とをつなぐ渡り廊下が水を身近に感じさせる。溝はぎの咲く瓦と広い水面によって明るい太陽が意識され既存の大樹の緑背景に取り込んで歴史と風格を受け継いでいる。二丁目に 国際交流研修センター、四季の里公園がある。地域内にある国際交流研修センターやログハウス公園のログハウスはアサヒビール寄贈によるもので、国際交流研修センターは森屋市の公共施設となっている。ログハウス公園は当初は整備の予定はなかったが、ログハウス寄贈が契機となり、公園として整備されている。緑の全域が、 緑地区計画の適用区域となっており、建築計画等の規制が設けられている。地域内の都市計画道路の交点には、馬頭、観音の石碑が存在したが、同じく地域内に設置された竹の子公園内に移転が行われている。東は龍卓、西、南は乃木崎、北は大木、薬師台と接している。元は乃木崎、大木、 流宅、板と井のそれぞれ一部であり、区画整理前は、町有地が75.19%で、道路等を除くと、田、畑、宅地などの民有地は5%にも満たない場所であった。1980年に、森屋町が開発計画を行い、地権者へアンケートの後に、住宅、都市整備公団に依頼するも、新規事業の負荷が伝えられ、森屋町による、 民間活力を生かした工業団地として計画を変更。1988年に開発が始まり、1993年に開発完了した。工業団地の名称は1991年4月25日発行の広報、森屋お知らせ版によって募集が行われ、24人69点の中から選定し、 同年11月18日に優秀賞に選ばれた、森屋工業団地に決定した。制定された理由は、森屋の名前が入っている、シンプルにひらがなにすることにより、他の自治体にも覚えやすいことであり、その他にも、森屋ファクトリー、森屋テクノパーク、森屋テクノパーク、サンライズ、森屋などの名称が、仮作に選ばれた。 街路樹をはじめとしたグリーンベルトを設け、桜などの多くの樹木を植栽し、従来の工業団地とは一線を画した緑豊かな工業団地として計画したことから、緑とした。1992年12月25日議決。また、緑を漢字で表した理由は、漢字の方がインパクトを強く与えることができるという意図による。なお、 1992年11月11日の競技段階では、緑、緑屋、桜屋が候補として上がっていた。森屋市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。モコバス地域内には、国際交流センター前、四季の里公園入り口の二つの停留所がある。緑では、工業団地サイン計画のもと、統一的な案内看板を設置している。 オリジナルのデザインによるもので、懐かしさの中に、新しさの見える形状を意識し、発展と調和が込められたデザインとなっている。ありがとうございます。